酸化。ベータ酸化、ベータ酸化とは、脂肪酸の代謝において、脂肪酸を酸化して、脂肪酸アシル COA、ファティアシル COA、脂肪酸と補い酵素 A のチオエステルを生成し、そこからアセチル COA を取り出す代謝経路のことである。ベータ酸化は4つの反応の繰り返しからなり、反応が一順するごとに、アセチル COA が一分子生成され、 最終生産物も,もアセチル COA となる。脂肪酸アシル COA のベータにおいて、段階的な酸化が行われることから、ベータ酸化と名付けられた。ベータ酸化は、脂肪酸の代謝の3つのステージ、ベータ酸化、クエン酸回路、電子伝達系の最初1つであり、生成されたアセチル COA は、クエン酸回路に送られ、COA と酸化される。動物細胞では、 脂肪酸からエネルギーを取り出すための重要な代謝経路である。植物細胞においては発芽中の種子の中で主に見られる。1904年ループによって発見された。生物がエネルギーを取り出すために利用する脂肪酸やグリセロールは脂肪細胞に貯蔵されたトリアシルグリセロールなどのエステルから得る。トリアシルグリセロールは細胞中に 脂質雫として凝集しているため、細胞質の浸透圧を上げることなく存在でき、また水和もされない。また同じ質量のタンパク質や、糖質の2倍以上の完全酸化エネルギー、有機物鬼酸化炭素と水まで酸化した時に得られるエネルギーを持っている。このように、エネルギー貯蔵物質としては極めて優れているが、その水に対する極端な不要性は酵素によって、 代謝される際に障害となる。脂質雫のトリアシルグリセロールをエネルギー生産のために各組織、骨格筋、心臓、人皮質などに運ぶ際は次の手順が踏まれる。このように各細胞に取り込まれた後、脂肪酸の活性化、β 酸化を経てアセチル COA が生成されるのである。細胞内に取り込まれた脂肪酸は、 その安定な CC 結合を克服するため、ミトコンドリア外膜の細胞質側に存在する、酵素アシル COA シンテターゼにより触媒され、次の反応によって活性化される。脂肪酸 COA、ATP フォーミュラ1脂肪酸アシル COA、AMPPP。アシル COA シンテターゼは、脂肪酸中央キナーゼとも呼ばれる。この反応は2つのステップで起こる。 まず脂肪酸のカルボン酸イオンが ATP のリン酸、β、ガンマリン酸と置換することで脂肪酸アシルアデニル酸とピロリン酸が生成する。次に補い酵素 A のチオール元がアシル元の炭素を嗅覚攻撃し脂肪酸アシル COA と AMP を生成する。脂肪酸アシル COA は高エネルギー化合物の一種であり脂肪酸と補い酵素 A に 加水分解した時の標準自由エネルギー変化は、デルタ G、オームやらに31キロジュールマイモルである。生成した、脂肪酸アシル COA は、ミトコンドリア内膜、植物の場合、グリオキシソームという細胞内小器官の場合もあるに、運搬され、ベータ酸化を受けるか、もしくは細胞質ゾルでの膜脂質の合成に、利用される。ミトコンドリア内膜は、 アシル COA を直接透過しないため、カルニチン、膜中に放置される、ホンシ質様物質、ビタミン B と言われていたこともあるが、脂肪酸アシル、運搬体の役割を果たす、動植物共通。脂肪酸アシル COA は、カルニチンと一時的に結合し、脂肪酸アシルカルニチンを生成する。この反応は、ミトコンドリア外膜に埋め込まれた。 カルニチンアシルトランスフェラーゼアイにより触媒される。脂肪酸アシルカルニチンは膜管スペースで生成される場合と外膜の細胞質ゾル側で生成する場合が考えられるが、今のところどちらの機構であるのかよくわかっていない。脂肪酸アシルカルニチンはアシルカルニチン、カルニチントランスポーターを介する促進拡散により内膜を通過し、マトリックス内に移行する。 そして脂肪酸アシル元が内面に極在する酵素カルニチンアシルトランスフェラーゼ E の触媒によりカルニチンからミトコンドリア内に存在する補酵素 A に転移されることで脂肪酸アシル COA が再生する有利のカルニチンはアシルカルニチンカルニチントランスポーターをして再び膜間スペースへと移動するこのような脂肪酸アシル COA も輸送系を カルニチンシャトルという、ミトコンドリア内に入った、脂肪酸アシル COA は、マトリックス内の酵素によって、酸化を受け。β 酸化反応は4段階の反応の繰り返しから、なり、一巡するごとに、脂肪酸アシルサのカルボキシマッタンから2炭素が、アセチル COA として分離していく。例えば炭素数が、偶数の脂肪酸であるパルミチン酸は、パルミトイル COA として、 ミトコンドリア内で酸化を受け、これらの反応を7巡視、アセチル COA を7分子生産する。さらに最後に残された2炭素もアセチル COA である。ため、反応全体では8分子のアセチル COA が生産される。炭素数が奇数の脂肪酸も同じように反応が進み、アセチル COA のほか、炭素数3個のプロピオニル COA を生じる。このように、β 酸化は、 炭素数に関わらず機能する。β 酸化の4つの酵素と前述アシル COA シンテターゼを総じて β 酸化酵素群と呼ぶ。アシル COA でヒドロゲナーゼ以下4つの酵素が触媒する β 酸化の各段階について詳しく述べる。下記の反応はインビボ内では酸化方向のみに起こるがインビトロでは可逆的である。最初の段階は アシル COA でヒドロゲナーゼによる酸化反応である。この反応において、アルファ炭素とベータ炭素の間に二重結合が形成され、トランス、デルタへのいる COA ができる。デルタは二重結合の位置を表す。哺乳類には4種類のアシル COA でヒドロゲナーゼのアイソザイムが存在し、それぞれタンクサリ、長さ、超さ、長超差のアシルさに対して特異的に作用する。 二重結合が形成されることで電子がこれらの酵素の補欠分子属であるファドに移り、すぐにミトコンドリア呼吸差に送られる。電子伝達フラビンタンパク質と呼ばれる水溶性のタンパク質に結合した別のファドがこの電子を補足する。第2の段階では、エノイル COA、ヒドラターゼが触媒する反応により、前段階で形成された二重結合に子が付加され、 β、ヒドロキシアシル COA となる。この反応は、立体特異的に進み、L 体のみが生成する。3段階目は3、ヒドロキシアシル COA でヒドロゲナーゼーが触媒する。反応によって、Lβ、ヒドロキシアシル COA が酸化され、β、ケトアシル COA ができる。この酵素は、β、ヒドロキシアシル COA の L 体のみに採用する。この反応は、 など依存である。などに電子が移り、などができるが、その電子は、電子伝達系の複合体位置に渡される。全3つは、比較的安定な CC 結合を不安定化させる、ための反応である。最後は、β ケトアシル COH をラーゼの触媒する反応により、β ケトアシル COA と補え酵素 A が、チオール回列を起こし、2炭素分短くなった。 脂肪酸アシル COA とアセチル CA が生成する。歩行素 A のチオール元が、ベータ、ケトアシル COA のカルボニル炭素を嗅覚的に攻撃することで、アルファベータ炭素間が壊裂する。炭素差が短くなった脂肪酸アシル COA は次のベータ酸化の第一段階の基質となり、脂肪酸アシル差の部分がすべてアセチル COA に、 酸化されるまで反応は繰り返される。先ほど例に出したパルミチン酸では、全体の反応式は次のように表せる。奇数個の炭素差を持つ、脂肪酸の酸化では最後に、プロピオニル COA が生産される。プロピオニル COA は別の代謝経路で、脱炭酸されて、アセチル COA となり、クエン酸回路などの反応系に組み込まれる。また一部は、 アラニン合成に使用される。プロピオニル COA はまずプロピオニル COA カルボキシラーゼの作用でカルボキシ化され、D メチルマロニル COA が生成し、同時に1分子の ATP が消費される。この酵素は保因子としてビオチンを含有する。この反応ではまず CO またはの素水和型4箱がビオチンによって活性化さる。 このエネルギーは ATP の高エネルギーリン酸結合から得られる。続いて D メチルマロニル COA エピメラーゼの作用により D メチルマロニル COA が L メチルマロニル COA に変換される。そしてメチルマロニル COA ムターゼの作用により隣接する炭素原子の置換器 SCOA と O が交換されクエン酸回路で利用することのできる スクシニル COA が生成される。この酵素は補酵素として、ビタミン B に由来するゴでオキシアデのシルコバラミン、補酵素 B を必要とする。また生成物の一部は、カタプレロティック反応で取り除かれるため、すべてがクエン酸回路で代謝されるわけではない。奇数個の炭素からなる脂肪酸は、主に植物や、ある種の海洋生物から見つかっている。また牛などの半数動物は、 1> 第1位で行われる糖質の発酵によって大量のプロピオン酸を生産する。今まで説明したベータ酸化の機構はパルミチン酸やステアリン酸などの飽和脂肪酸のみに当てはまるものである。しかし、動物や植物のトリアシルグリセロールや臨脂質に含まれる脂肪酸の多くは不飽和脂肪酸で炭素者に一つ以上のシス型二重結合を持っている。 しかしエノイル COA ヒドラターゼはデルタ、エノイル COA のトランス型二重結合を推和する酵素であり、シス型の場合は基質になり得ない。よって、飽和脂肪酸の酸化に関わる4つの酵素の他に、さらに2種類の酵素が必要になる。この2つの酵素が触媒する反応について、シス、デルタ、シスデルタの二重結合を有するリノール酸を例に説明する。 リノール酸は、リノレオイル COA として、ベータ酸化のサイクルに入り、一連の反応を3回、通過して3分子のアセチル COA と、シス、デルタ、シスデルタに二重結合を持つジエノイル COA を、生成する。そして、デルタ、デルタイノイル COA にソメラーゼへの触媒する、反応で異性化され、シスデルタ二重結合が、トランスデルタに変換される。こうして生成された。 トランス、シスデルタ、ジエノイル COA は、ベータ酸化の酵素反応を一回受け、さらに第一段階の酵素である、アシル COA でヒドロゲナーゼの作用を受けることで、トランス、シスデルタ、ジエノイル COA となる。このように二つの二重結合が一つの、単結合によって隔てられた構造を強薬次元と、い,い、電子の非極在化により安定化されている。つまり、水はしにくい。 そこで、ナトフ依存性の2、4、ジエノイル COA、レダクターゼが触媒する還元反応によって、1個の二重結合を、持つトランスデルタ、エノイル COA に変換さる。この生成物はデルタ、デルタエノイル COA イソメラーゼの基質となる。こうして、また二重結合がデルタの位置に変換され、引き続きベータ酸化の反応を通過する。 最終的に、アセチル COA が吸分子生産される。オレイン酸など二重結合が一つだけある脂肪酸の、場合、2、4、ジエノイル COA、レダクターゼが働く必要がないため、エノイル COA インソメラーゼによる異性化のみを受ける。また、二重結合がトランス型となっている、トランス脂肪酸は異性化する必要すらなく、ベータ酸化により代謝される。 ベータ酸化は最終産物として大量のアセチル COA を生産するが、アセチル COA は様々な代謝系に用いられる汎用性に富んだ物質である。アセチル COA の担う反応には以下のようなものがある。このうち主要代謝系がクエン酸回路の組み込みであり、パルミチン酸一分子がクエン酸回路、電子伝達系と酸化的リン酸化を経て、 完全参加されることにより ATP130 分子が合成される。この代謝は真核細胞ではミトコンドリア内で原核細胞では細胞室内で行われる。脂肪酸モルあたりの ATP 合成量が糖などより多いことがよく理解できる。クルコースの全参加では38分子程度。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。